走りでしたら、ね、はい、いつもの彼女の走りじゃないですね。これはしかしマシャド選手は今横から占って分かるように胸圧がすごいですね。あのポルトガルの選手独特なんですけども、はい、昔ロペス選手もそうでした。やはり日本選手と、はい、全然違うのはこの胸圧なんですよ。いかにこう心肺機能が優れているかっていうのを表しているんですけども、はい、普通女子の選手は胸がないですよね。でもこの選手、こういう選手っていうのはすごくここの幅が広いんですね。ははこれでドーレがどうでしょう、また戻ってきましたか。さあ金子アナウンサー、ドーレとその先頭集団の差もおそらく測れると思いますが、橋田さん、はい、今マシャドの姿が見えました、はい、後ろに小柄な阿部智恵がついています。その後ろにサングラスをかけたアサリがぴったりとマシャドをついて走っています。今私の目の前を4人がまとまってついていきました。そしてそれに遅れること4秒でドーレが通過しています。4秒ですか、はい、およそ 20m、はい、間がありますね。ちょっと選手が確認できません。あ、今キム・ジョーンズが見えました。しかしまだこの私がいる地点まではかなりありますね。それから気温の方なんですが、はい、おかげにいると風があって涼しいんですけれども、直射日光を浴びるとかなり暑いですね。これは、はもう30度ぐらいに感じているのではないでしょうか。今私の目の前に振り返りまして自分のポジションを確認します。しかしアサリがついていきます。アサリがついていきます。阿部も頑張ります。今度はちょっと必死の形相になってまいりました。阿部智恵です。その後ろにブラングロワ、そしてカトリン・ドーレ。カトリン・ドーレは先頭からはもう 50m と遅れております。これがカトリン・ドーレです。先ほど増田さんがちょっとこのフォームではというお話がありました。彼女は、はい、調子がいい時にはもっともっと腕がぐい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 振れて、はい、ももを上げていきますからね、はい、そういうダイナミックさがないですね今は。その逆にダイナミックなフォームを見せているのがマシャドですね、先頭の35キロ過ぎで捉えます。もう全然余裕があります。アサリの金メダルの可能性が高まってまいりました。日本に、日本の女子マラソンに初めての金メダル、そして世界陸上では初めての金メダルが可能性が濃くなってまいりました。日本の浅利純子、伊藤国光さんが今応援一声かけました。さあ伊藤さんも後続が心配になります。ちょっと後ろを見合っております。でもちょうどバルセロナの時の有森さんとエゴラ選手を思い出しますね。そうですね、一回引きつけておいてね、またエゴラが出たんですが、今回はその力はありません。マシャドにその力はありません。大丈夫です。アサリ純子ここで先頭に立ちました。ようやく日本が先頭に立ちました。さあここからは金メダルを目指して頑張ります。そしてその後ろに阿部、35キロの地点ではマシャドが先頭に立っておりました。その差が4秒差ありました。しかしアサリがその差を縮めてまいりました。阿部とはできるんではないかと思います。そうすればワンツーフィニッシュです。世界陸上で初めてのワンツーフィニッシュ、初めての金メダル。そして今回はメルセデスベンツ社からメルセデスベンツの新しいタイプ C クラスの車が優勝者には贈られることになります。アサリ純子はそのメルセデスベンツの C クラスの車をほぼ手中にしております。総監督もこちらの、近くに来て必死に応援しています。今あ苦しそうな表情で曲がっていきました、はい、なんとか2位の選手抜いてほしいです。先頭のアサリ純子は今第2コーナーを通りまして今バックストレートに入ってきております。もう間違いありません。金メダルは間違いありません。メガネを取りました。その表情はあるいはちょっとメガネが潤んでいるかもしれません。メガネにあるいはメガネを取りまして涙が潤んでいるかもしれません。アメとの差をまた広げました。マシャドちょっと苦しいか。アメワンツーフィニッシュはちょっと苦しいか。さあ先頭のアサリ純子、大観衆の拍手に迎えられまして、アサリ純子金メダル、金メダル、手を振っています。その応援に対しましてお礼の手を振っております。余裕があります。アサリ純子です。金メダル、初めて日の丸をつけまして初めて臨んだ世界選手権大会。さあ阿部とマシャドの差はちょっとついているようです。その差が50m から 100m か。ワンツーフィニッシュは難しい。しかし金メダル、金メダルのゴールは間近です。日本のアサリ純子、金メダルに向かって最後の最後のスパートです。まもなくゴールです。今2時間30分で3秒、見事な優勝です。アサリ純子、日本に金メダル、日本のマラソン、女子マラソンに金メダルをもたらしました。やりましたね。爽やかな笑顔です。見事な金メダルの走りでした。さあ、そして現在ご覧いただいているのは第3位、銅メダルの阿部です。これは無理です、これは無理です。しかし銅メダルでも見事
はマシャド、今このトラックを走っている先頭はマシャド、第2位銀メダルの選手であります。ポルトガルのマシャド、歯を食いしばって銀メダル、銀メダルを確保できそうです。マシャドがこのトラックに入りましてからぐんとその差を広げました。帽子を取りました。阿部智恵、帽子を取りました。マシャドは右手を振っています。マシャドは右手を振って両手を上げて今銀メダルのゴールです。第2位はマシャド、そして続いて第3位阿部智恵、さあ第3位銅メダルのゴール、見事2時間31分4秒手元の時計では2時間31分4秒阿部智恵、見事でした。これで日本はこの世界選手権で金銀銅を合わせて取ることができました。東京では銀、山下幸子、そして今回浅利純子が金メダル、そして銅メダルを阿部智恵が取りまして金銀銅、さらに4位にも有森裕子が入っておりました。これで1位から4位までを記録に残すことができた日本の女子マラソン界、見事な活躍です。金と銅ですもんね。すごいですね、日本小さい日の丸です。ここは大きな日の丸を持たせてウィニングランをして欲しかったですね。いやだけど 42.195 キロを走り抜いたような感じではない。あれにはちょっと疲れがありますけど。